京都ハンナリス対大分ヒートダメージスは第4クォーター残り7分16秒大分3点リードでレジャルド・オーレンのところこれはディフェンスファウル5番のソーントンのディフェンスファウルソーントンはこれで個人ファウル4つ目サイドラインからです京都ボールから中道さんはサイドからボールを入れますそしてケビン・コッツァーからもう一回村上さんのスリーポイントだ決めてきました勝ち越しです村上さん、あ、同点です53対53村上さんの同点ゴールでそして大分です大城1番の清水シュート決めてきました清水が決めて55点目村上素直ですホームで負けるわけにはいきません京都ハンナリーズしかもホームハンナリーズアリーナで負けるわけにいかない村上素直そしてコビンオッサーさあライアン・ホーハンキにスリーポイントガッツポーズ出た56点目そしてバーラムから返し下がります大城今度は左ウイング45の位置から村上素直かわしてレイアップシュートどうだインサイドの攻防はカルマいやコッツァのリバウンドそして内海が左からインサイド1回外投げてこれは村上スタノが取れるか今のは大分ボールでしょうか落ちたでしょ村上スタノが最後ギリギリでボールを踏ん張って倒れ込みましたがその時に大分の選手と接触したのかしかし判定はアウトバーンズ大分ボール残り6分6秒6番のマッケンリーからそして右サイドは大城が中に入れたハイポストからオブライエンシュートを決めてきましたオブライエンギアトラベリングだったのかいやオブライエンシュート決めて57対56そして村上砂が乗るパスはライアン・ホーハンキーローポスト入ったケビン・コッツァーからジャーサイド振って内海がドリブルしてサイドどうだ打てるか内海がシュート決まりません最後押し込んだのはケビン・コッツァーよく押し込んだケビン・コッツァーがよく押し込みました残り5分18秒そして真ん中1番の清水ドリブルしてジャンプシュートどうだ決まりません2番の誰だあこれは6番のマッケイミーがリバウンドした立て直します1人セットしますマッケイミー後半振ついて43番大城のところこれはディフェンスファウルレジオーレンのレジナルド・オーレンのディフェンスファウルそしてここで第4クォーター残り5分を切りましたオフィシャルタイムアウトに入ります京都ハンナリズ対大分ヒートデビルスの開幕ゲーム第4クォーター残り4分50秒ハンナリズ1点リードでオフィシャルタイムアウトに入ります京都ハンナリズ対大分ヒートデビルスは第4クォーター残り4分50秒58対57、1点リードハンナリーズマッキーミがボールコントロールします後半球についてそして10番の花野、右サイド、清水大志郎これかけましてここは24秒オーバータイムボールは京都ボール残り4分36秒これは大きなプレーになるのかここで京都は復活をつかみたい村上素直です村上素直がいや右サイドライアン・ホーハンキリーそしてローポストに入ってレジナルド・オーデン右サイド突っ込んで決めてきましたペイントラインでしっかりとフィジカルを生かして決めてきましたレジナルド・オーデン昨シーズン BJ リーグのベスト5そして今度は大分ハーダのシュート決まりませんレジナルド・オーレンがリバウンドして村上スナオ
そして村上さんはどうするか、右に振ったライアン・ホハギがインサイド、これは14番のオブライアンの手に当たった、オブライアンの手に当たってショートボールになります。そして村上を下げて渡辺コートイン、残り4分ジャスト、残り4分ジャスト、60対57、ハンナリーグリトは3点に変わって、ショートボールです。レジャーズゴールインから綿抜き、右サイドから今度は真ん中に移動するマッキーミがつきます。このマッチアップ今日は見どころです。この人からインサイド出て、このツアーがいい、いやいい形で入っていたんですが決まりません。今度はマッキーミ、マッキーミの速いスピード、これはディフェンスファウル、マッキーミの一瞬のスピードにファールを止め、ファールをせざるを得なかった綿貫俊。綿貫俊のディフェンスファールでシュートモーションのファールでした。そして大ブーイングです。マッケイミーフリースロー決めた、マッケイミーのフリースロー2本目、60対58、2本目も決めた。そしてそのマッケイミーを下げて5番のソントンをコートにします。大分、大分はやはりポイントガード3人を、ポイントガードですね、清水とそして大城とマッケイミー、この3人のポイントガードがポジションを変えながらゲームを展開している。さあ京都カノアレ、左サイドから真ん中に移動して回り込むように打てるのか、インサイド入ってデリオレン、デリナゾーレン、やはりいい形でフィジカルで使った。京都の武器は今年はこれなのか、大城です。大城がボールコントロールします。頭の気がつく。そしてタイムアウトです。第4クォーター残り3分6秒、62対59、ハンナリーズ3点リードで大分がタイムアウトです。第4クォーター残り3分4秒、大分ボールからゲーム再開しますが、これはオフェンスファウルだ、オフェンスファウル、43番のバーラムのオフェンスファウル、あ、オブライエンですね、オブライエンのバー、オブライエンのオフェンスファウルでショートボールです。オブライエン、これで個人ファウル4つ目、大分はソーントンとオブライエンがファウル4つ、もうファウルはできないのは大分の方。さあ綿貫ロープの位置からジャンプシュート、どうだ、決まりません。リバウンドはオブライエンから大城、そして速い攻撃、ディフェンスファウルです、ディフェンスファウルです、パルマーですね、ディフェンスファウルです。残り2分40秒、6分、62対59、ハンナリーズ3点リード、バーラムからソントン、ソントンですね、そしてもう一回バーラムからインサイド入ったオブライエン、オブライエンがフェイダーウェイシュート、決まりません。リバウンドは誰だ、ライン割って置いたボールです。残り2分27秒、62対59、非常にタフな展開になっています。そして5番のソントンがボールキープ、そして左サイドから回り込むように市民対象がノールパスからオブライエンシュート、オブライエン決めました、62対61、1点リードは京都。ここは大事なオフェンスだ、京都ハンナリーズ。そしてレジナルド・ウォーレンからパスコファンスに綿貫がボールキープ持ちます。そして綿貫は左に振った、四つ木追加、もう一回綿貫フェイクして、いやインサイド、ケビン・コッツァー、ケビン・コッツァーがしっかり決めて、そしてカウントワンショットへと行きます。
今のはバラムですね、ディフェンスファウル。ケビン・コッツァーが大事なところでこのカウントワンショットを決めると4点リードになります。ケビン・コッツァーフリースロー決めてきました。そしてタイムアウトは大分ヒートデビルス。残り1分53秒65対61、ハンナリーズ4点リードで大分がタイムアウトです。